考える人多いいいんじゃないかなかと思います、えー、日本政府新型接触確認アプリ開発に73億円投入が問題になってますがヒロキさんの指令に発注したらいくらくらいい開発でできそうですかいやすごいですよね73億円のアプリってあの10億の単位のアプリって多分日本でもけうなんですよね本当に大型アプリそのなんかまあドラクエとかになると70億ぐらいいくかもしれないですけど。 でもドラクエスクエニぐらいじゃないですかねそのなんか50億を超えるようなアプリってなので相当でかいアプリなんで、まあ、どんなアプリか分かんないですけど多分日本中の人が熱狂するようなものすごく面白いアプリが作られるんじゃないかなと思います、はいあの大体世の中に出回ってるソャゲーとかって1億円ぐらいで作られてるので、まあ、そういう意味でいくとあのその73倍ぐらい面白いものをあの作って知らないですか知らないですけどはい 明らかにぼったくられてますよね <laughs>。なんでそんな金額になったのかがちょっと知りたいですよね。はい。